食べ物をこう食べるということを控えなければいけないんですね。なぜかというと食べてしまうと次の日こうなってしまうからです。授業じゃなくても僕に会ってくれ。いいボラボ。ケイコンさんです。こんにちは。いきなり先生、日本語演じた예성です。バリバリありがとうございます。仕事なし、彼女なしのヨンウンと、定職なし、シングルマザーのさくら、とことん冴えない2人がある日突然先生と生徒に。というわけで今日から君に韓国語を教えてもらう。無理無理無理です。韓国語ができるスタッフがいなくて困ってるんだよね。先生は土日は授業がないんですね。教えてくれませんか。個人的に。個人的に。1월달에찍었었거든요。1월달에찍었었는데이렇게무사히개봉해서너무행복합니다。이렇게투어로나고야팬분들만났었는데또겸사겸사이렇게또오게돼서굉장히행복합니다。この映画は1月に撮影したんですけれども、こんな風に無事に公開を迎えることができて幸せに思っています。そしてもう一つ、ツアーで名古屋のファンの皆さんにお会いしたんですけれども、またこんな風にお会いできてまたさらに幸せです。はい、ありがとうございます、ね、日本のファンにとっても日本映画に、ね、出てきていただくのは本当に嬉しいですよね。じゃあご覧になったばかりの皆さんですから、いろんなお話を伺っていきたいなと思います。普段のイエソンさんとの印象はまだ全く違った印象をね、私は受けたんですけれども、今回、役作りでこだわった点をぜひお願いします。평범함예평범함을신경쓰고싶었어요네ヨンウンのこう平凡な姿を表現しようというふうに気を使いました。そうなんですね。日本語もね、とても一生懸命勉強されたってことを聞きましたけれども、大変だったんじゃないですか。発音とか難しいですか。예어려운거에당연히있었죠네너무많았고예지금도사실뭐열심히열심히준비해서했는데여러분들이보셨을때많이어색하지않았으면좋겠다라는마음뿐이에요本当に、当然難しかったですね。難しい言葉もたくさんあったんですけれども、本当に一生懸命頑張って準備しました。そして皆さんがご覧になった時にぎこちなさが感じられなければいいなという思いでした。イエソンさんの日本語いかがでしたか。うまかったですよね、本当に。박수 치시는 분들 조금 계시네요。でも今拍手をしてくださらなかった方が何人かいらっしゃいましたね。あれっていう感じでね。カラオケでね、歌うシーンなんかすっごくかっこよかったですよね。あれも覚えたんですか。一生懸命覚えられたのかな。ね、열심히열심히는아니고요。一生懸命じゃない。그노래하는거촬영한하루이틀전까지
결정이 안 됐었어요. 나는 좀 멋있고 최신 노래를 하고 싶다라는 게 제 생각이었고, 감독님은 젊은 친구들만 보는 영화가 아니니까 그 노래를 했으면 좋겠다라는 생각이었고, 그리고 그 얘기를 하시더라고요. 막 이거를 꼭 해야 된대요. 그래서 어떡하지? 근데 결국은 그냥 감독님 생각대로 했는데 잘한 것 같아요. 진짜 카테린 시아가레의 세대의 분들이 이렇게 보이셔서 잘했다는 생각이 드네요. 実は撮影が行われる1日か2日ぐらいまで曲が決まっていなかったんですね。で、僕はこの曲知らなかったので、最初はかっこいい最新の曲が歌いたいななんて思ってたんですけれども、監督の方から、いや、この映画は若い方だけが見るのではないので、この歌をちょっと映画で使いたいっていうふうにおっしゃったんですね。で、そして今見せてくださったこの動きもぜひ入れてくれというふうに言われまして、いや、僕としてはどうしようっていうふうに思ったんですが、結局監督の考え通りに歌に決まり、そしてこの動きも入ったんですけれども、本当良かったなと思っています。で、今こちらにも勝手に仕上がれをご存知の世代の方もいらっしゃるようですので、本当に良かったなと思っています。そうですね、いや、本当なんか感動しちゃいましたね。楽しい、本当に素晴らしいなと思いましたけれども、さて、続いてですね、作品の中でさくらちゃんが作ったお弁当の中にですね、沖縄料理の人参しりしりっていうのがねありましたけれども、ちなみにイソンさんは人参お好きなんですか？당근이안좋아하죠。당근好きじゃないですよね。で、その당근というのが韓国語で当然知らないですよねと発音が似てるんですね。あ、なるほど。なるほどね。嫌いかもみたいな。で、そうですね。ダジャレみたいのも。ダジャレだったんでごめんなさいね。はい。で、まあ、今日お越しいただいた名古屋っていうと結構ね、名古屋名物があるんですけれども、ちょっとそれにちなんで、お好きな食べ物、食べてみたいものってありますか？히치마부시를먹어봤고요. 네. 일본사람들은 그 지역에 음식 얘기를 하는 거를 정말 좋아하나요?ひつまぶしは食べたことがありますね。そして日本の皆さんはそれぞれの地域のご名物、食べ物についてお話をするのは好きですか？好きですよね。好きな人。あ、好きな人。그렇지않은분들도있어서다행이네요。そうじゃない方もいらっしゃってよかったです。사실여러분들만나기위해서는저는먹을걸계속삼가해야되거든요。예、먹으면그다음얼굴이막이렇게될수있어서예힘드네요먹는거얘기할때마다実は僕は皆さんにお会いするために食べ物をこう食べるということを控えなければいけないんですね。なぜかというと、食べてしまうと次の日こうなってしまうからです。なので、こう食べ物の話をするというのはちょっと大変なことなんですけどね。むくみなんだ。엄마닮아가지고엄마닮아가지고ちょっと母に似てるんでむくみやすいです。そっか、じゃあむくまないで食べ物をね、おすすめしないといけませんね。はい、ありがとうございます。で、さまざまなさくらちゃんとのねデートのシーンがありますけれども、ヨン先生とさくらのやり取りに、まあ、ほっこりする皆さんだったと思うんですけれども、ヨン先生がね、さくらに向けて言うじゃないですか。授業じゃなくても僕に会ってくれますか？授業じゃなくても僕と会ってくれますか？ちょっとこれをですね、名古屋弁で言っていただこうと、ちょっと無茶ぶりかもしれませんけど、どうしよう。だから、授業じゃなくても僕に、会ってくれますかの名古屋弁です。ヨン先生、よろしくお願いします。どうやって言ったらいいですか？ちょっと、みんなちょっと言ってみて。うん、僕に
会ってくれん？会ってくれん？会ってくれん？会ってくれんだよね。じゃあ、私行った方がいいですか？わかりました。ちょっとじゃあ皆さんが教えてくださったので、授業じゃなくても僕に会ってくれ。ヨム先生お願いします。授業じゃなくても僕に会ってくれ。ということで、お時間が迫ってまいりましたので、最後にお越しいただきましたイエソーさんより皆様にご挨拶をお願いしたいと思います。네아이렇게감사하게도많은분들와주셔서너무고맙고요지금이순간부터는도쿄콘서트에대한스포를조금씩날리도록하겠습니다本当にありがたいことに大勢の皆さんに来ていただきまして本当に感謝しています。今この瞬間からこれが終わった後からはまた東京でのコンサートに向けてラストスパートをかけたいと思います。우선갑자기콘서트얘기해서좀민망한데이케나리선생많은사람부탁드리겠고요突然コンサートの話をしてしまってちょっと恥ずかしいんですけれども、このいきなり先生になった僕が彼女に恋をしたにもたくさんの愛をお願いします。주변에절모르는친구분들한명씩만영화를보게끔해주시는게여러분들의임무입니다周りの方で僕のことを知らないお友達の方がいらっしゃったら一人につき一人ずつこの映画を見るように見てもらえるようにすることが皆さんの任務です。やります。그리고雨のち晴れの空の色を노래도그노래를모르시는여러분들의친구들에게한명씩들려주는게여러분들의임무입니다そしてさらに雨のち晴れの空の色、この歌をご存じない皆さんの周りのお友達がいたらそれぞれ一人ずつ聞かせていただくというのが皆さんのこれもまたもう一つの任務です。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、きなり先生になった僕が彼女に恋をした大ヒット祈願舞台挨拶、これで終了とさせていただきます。イエソーさんどうもありがとうございました。大きな拍手でありがとうございます。また会いましょう。ありがとうございました。仕事なし彼女なしの四雲と、定職なしシングルマザーのさくら、とことん冴えない二人がある日突然先生と生徒に。というわけで今日から君に韓国語を教えてもらう。無理無理無理です。韓国語ができるスタッフがいなくて困ってるんだよね。先生は土日は授業がないんですね。教えてくれませんか？個人的に。個人的に。私にはこの子しかいないから。でも그렇지만그사람은그렇지않아요。さくら、しゅうちゃん、許してくれ。僕何の役にも立ってませんでした。たとえつかぬ間の恋だとしても君を忘れない。授業じゃなくても僕と会ってくれますか？いきなり先生になった僕が彼女に恋をした。したはずの僕ら